土曜日の夕方、サタデーナイトの入り口にラジオの電波に乗って1時間限定でオープンするスナックラジオ。店主はリリー・フランキー。時に香ばしく、時に甘酸っぱく、時にほろ苦い、そんなスナックにぴったりのトークが繰り広げられる店内。本日はどんな時間が流れるのでしょうか。リリー・フランキースナックラジオ。この番組は東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りします。いらっしゃいませ。ラジオの電波に乗って皆様の脳内で土曜日の夕方にオープンいたしますスナックラジオ。店主のリリー・フランキーです。3月になりまして、今日のアルバイトは河村夏樹とバビです。久しぶりですね。久しぶりです。この3人でいろいろありましたね、この1ヶ月。すいません。まあ、ちょっとあの体調ね、あの崩しやすい季節でもあり、なっちゃんはね、その周囲の方が感染して、まあちょっとね、自主隔離というか、はい、ね、うん、さ、確かに揃ったの久々じゃない？すっごい久々よ。やばいよね。 そしてね、次の収録の時は、ね、バビーが体調を崩してというか、入れ替わりだったもんね。入れ替わり、その、まあ、なっちゃんがその、ね、お休みしてたの時はなんかいろいろなっちゃんからも事務所の方からもいろいろ説明ありますけど、バビーはいきなり当日なんか、なぜ、いや、これ本当に知らないけど、なぜお休みしたんですか？そしてその間、あなたのさ、はい、あの同じマンションの幼馴染がマイクも見たことないっていう人が来てたんですけど、ゆきおさん、そう、なぜかゆきおが4週連続出てる、そう、ゆきおが出てた、そう、いや、あれなんか、あの、よく私胃腸炎になるんですよ、うん、でも胃腸炎って1日で治るじゃん、なんか、まあ一番ひどいの時って、そう、まあね、お薬がね、まあ、効けば、ね、そうそう、なんか胃薬とか飲んだりとか、それは治るから、まあ、治るだろうと思って、うん、まあ、胃薬飲んで寝てたの、うん、そしたら夜中に丸太みたいなゲロが出たのなんかもう食堂そのまんまの大きさの、うん、何食べたの？辛ラーメンあのね、辛いのはね、うん、体調悪い時は食いきますよ。あ、来るんだ、うん、いや、で出て、うわって思って、次水飲むじゃん、そしたら次水も出たの、うん、飲んだ瞬間に、えって思って、でどうしようどうしようってなって、そしたらどんどん、うん、あの脱水症状になって、うん、目の前クラクラしてきちゃって、うん、あ、やばいって思って救急で病院行って、そしたらまず PCR やられて、うん、で、あ、陰性なんで、あの点滴打ちましょうみたいになって、で血液検査も全部やって、うん、そしたらいきなり先生に、うん、これ絶対チリンチリン鳴らしてほしいんですけど。何ですか今までの流れは全然チリンチリンの流れじゃないね。かわいそうにな、苦しかっただろうなってな、なっちゃんそうですな、うん、絶対これ流してほしくないんですけど、うん、今のなっちゃんの何、あの言い方はなんか原因知ってる感じの、あ、知ってますね。そう、なんかこういきなりこう血液検査が出て、私は点滴打ったまま、うんうん、先生だけシャッて入ってきて、うん、あの、ましたって言われたでお前その医者がデリカシーなさすぎるいや、なんかごめん言われてない、なんて言われたっけな、なんかでもこう難しい言葉でって言われたの。あ、そうなんだ、あれ難しく言うとなんて言うんだろうな、なんだっけな、けどなんか、あー、なるほどね、そうそう、みたいな話をされて、はって思って、うん、してないですけどみたいな、うん、って言って、うん、したら、あの検査結果によるとウイルス性じゃないですと、なんか食中毒でもないです、うん、で、あ、いわゆる炎症してるっていう、炎症、それ胃の中菌が入ってる、うん、あの大腸菌が入ってるって言われて、うん、で大体でも普通に暮らしてて大腸菌ってやっぱ手に、あの口に入っちゃうんだって、携帯電話触ったりとか、うんうん、でもその量じゃないって言われてそのね、あなたなかなかハードコアなプレイしてる。いや、そんなことしてないから
という理由で休んでた。だいぶ長かった。マジで全部チンチリンチリンでお願いします。本当に、まあでもね、そうですね。でもなんか本当なんですかね、まあ、みんなこうちょっと俺もなんかずっとこのなんかね、みんなが休んだりしてる間になんかこう、うん、もう眠くて眠くてしょうがなくて、うん、まあ、体調も良くないのかな、うん、でもみんな、まあ、眠いっていう人は多いと思うんだけど、うん、だからもう起きてらんないんですよ。起きてってる時間も頭ぼーっとしてんの。うん、わかる。でもうすぐ横になるからすぐ寝るの、うん、でだからもうご飯食べるのも気をつけてんのよ、うん、ご飯食べるとお腹いっぱいになるとさ、うん、ほら血糖値が上昇して、うんうんうん、またそれを下げるためにちょっと眠くなるって、だからお腹いっぱいになると眠くなるって言うじゃん、うん、間違いなく眠くなるから、うん、だからもうご飯食べたらまたちょっと仮眠してみたいな、うん、仕事になんないね、こんなことしてたら。なっちゃんとかはさ、なんかこう健康的な生活してそうだから、うん、不眠とか仮眠とかなさそうだよね。そうですね、あんまないですね。時間はずれちゃってるんですけど、あの昼間眠くなるとこあんまないかも。だいたい何時に寝て何時に起きるみたいなんですよ。3時に寝て。3時結構遅い。そう、結構遅いんですよ、うん、夜型なんで3時までなんかいろいろやってて、次の日9時10時とか。え、3時まで。でもまあ俺らがさ、朝 の5時6時まで起きてるのはまあわかるけど、うんうんうん、なっちゃんは何やってんの3時まで。なんかね、いろいろ仕事のこと考えて、あと今 YouTube とかやってたら、うん、そのぐらいになっちゃう。あ、なっちゃんのあの謎 YouTube ほら俺の友達 のこの間あの LINE が来てて、うん、歯のないおじいちゃんの福本さん。ああ、はい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 。福本さんがなっちゃんの YouTube 見たらしくて、え、嬉しい。あれめっちゃ可愛いなってふがふが言ってるだから、あ、そうか、こういう人たちが見てるんだって。あね、なっちゃんのファン層ね、歯がない。違う、ちゃんだ。いやでも歯がないシェアはでかいですからね。確かに確かに。シェアって何、みんないずれ歯がなくなっていくんだから、うん、その人たちに刺さってるんだと思うと、これはなんかビッグビジネス。ビッグビジネス。もっとね、歯の歯とか入れ歯のこととか紹介していった方がいいって。そうか、うん、あ、そうしようかな、うん、いやでも本当そのね、まあまあ、コロナもまだ収束は全然してないですし、そしてなんかね、うん、今本当世界情勢も生臭い、なんか良くないことになってますので、ね、なんかさ、こうなんか俺はもうどんどん麻痺していくのはちょっと良くないなっていうのはさ、例えばじゃあ先週に比べて今週はね、あの死者の方が何人減りましたとか、うん、例えば戦争で 何人亡くなりましたみたいなことが、うん、なんかどんどん数値化されていくとさ、一人でも下がってしまったら、それがなんかこうホッとする材料になってしまうみたいな。あ、でもさ、そのなんかこう一人っていうのは、例えばそこにさに全員家族がいるわけで、うん、その一人が例えばバービーの大好きなお父さんだったら、その人にとってはもうさ、うん、この世の果てぐらい悲しいことじゃない、うん、そういうことがね、こう実際に起きてることをなんか数字になっちゃうと、なんかね、うん、なんだろう、ほんとガンマ GDP が下がるような感覚でみんながこうさ聞いてるけど、うん、だからね、やっぱ人の一人の命はやっぱ地球よりも重いって言葉がねありましたけど、うん、なんかそういうことを考えていかないと、なんかちょっと俺らもどんどんそういうことにね、健康とか人の精神ちょっと鈍感になりすぎてるなっていう、うん、まあ、こんないい話はあなたのねあの大腸菌の話の後にするのもいかがかなと思いましたけど、やっぱりみんなが最近体調崩してるから、うん、そうですね、そういうこととかをねこう踏まえてちょっと、うん、僕らもね麻痺しないように、うん、はい、うん、やっぱ健康第一ですね、うん、第一です、健康第一。丸メガネさん35歳の方、先日久しぶりに実家に帰ったところ、母親とラジオの話になり、母親は、スナックラジオにハマっていると教えてくれました。私はとっさに番組の存在を知らないふりをして、福山さんのラジオの話へ話題を持っていきました。自分の母親がスナックラジオにハマっているということにうまく言い表せない感情に陥ってしまいました。ちなみに母親は還暦です、この私もスナックのラジオを聞いていると母に言えない感覚は何なんでしょうかほらお前が大腸菌の話するからやっぱね、子は何歳になっても子ですから。まあ確かに。いやだって私も親に聞かせらんないもん。だって親にやってることすら言ってない。言ってない言ってない。
そうなの？言ってないよ。親とあのボーイフレンドには絶対ラジコをインストールさせない、うん、ラジオを近所に置かないようにしてるから、うん、お父さんにもなんだ。絶対絶対無理無理。気づいてるんじゃない？いやもう お父さん分かんないから、そういうの機械とか。あ、そうなん。うん、携帯とかできないから。お父さんオーディオしか分かんないから。かわいい。絶対無理。ああそう。うん。なんかいい曲だって。うん、なんか何回も見る YouTube あるでしょ。ある。何回も見る？何回も見る YouTube っていうか。あるある。どういうやつ？例えば音楽ものだったらこれ何回も見るなとか、うんうん、ある。ああ、うん。なっちゃんは音楽 YouTube よりもなんかその YouTube チャンネルとかを見がち。そうですね。そうなってくると同じもの何回も見れてる感じじゃないじゃない。うん、そうですね。音楽ものだったらちょっと PV 感覚でなんか、うんうん、何回も見ちゃう。バビオは何？もうこの間のスーパーボールのハーフタイムショーとかも。300回ぐらい見たんじゃない？ウィークエンドの時？その次？いや、その次スヌープドッグとかの時、うん、もうやばーみたいな。あのオールスターの時。オールスターすぎるだろーみたいなって。わかる。うん。ああいうのとかずっと見ちゃう。俺もね、何回も見る YouTube がるんですけど、それはあのウッドストックコンサートの時のサンタナ。サンタナが本当でもうみんな20代あの20歳とか19歳でサンタナが20歳ぐらいでドラムの子とか19歳なんだけど、うん、もうそのサンタナのことあんまり知らないんだけど誰も知られてないミュージシャンがもうここに出られたことが嬉しくて演奏してるその姿がもうめちゃくちゃ香ばしくてかっこいいのよ。なんかそれ見ると元気が出る。それとかあとねあの思い出のセレナーデを歌う、ハイクオリティ画像バージョンの浜田樹里さんの可愛さね。あと三輪明宏さんが、まあ、ちょっと若めの時にあの歌うボンボワヤージボンボワヤージって曲があるんだけど、うん、その曲17分ぐらいあるんだけど、もうねそのねボンボワヤージの三輪さんの歌を聴くともうね映画も小説もいらないって思えるよ。あ、もう美輪さんが一人でこの音楽の中に映画も小説も入れてるん、もう完結してるって。一人の女性のその恋を初めてしてからその男が去っていくまでの。これじゃあボンボヤージュにしますか。これ本当はねそのお芝居っていう意味ではなんかその YouTube バージョンでいつか皆さんも見ていただきたいんですけど、さっきね自分のお母さんとか、にこのラジオ聞いてることが言えないっていう話もありましたが、うん、おばあちゃんの知恵袋コーナーみたいなのがお孫が休んでる間に始まってて、何それ、なんか、うん、おばあちゃんが意外と女同士で集まってる時に、うん、確かにうちのおかんとかもうちのばあちゃんとかもばあちゃん同士とかおかんの友達同士とかで話してるさ、うん、なんかそのお茶飲み話ってまあまあグロかったなって子供の中の思い出でもあるんだよ。トモッキーさん39歳女性の方、元巨乳の80代のおばあちゃんに言われた知恵袋ですって。元巨乳、いやもう現巨乳でもいいんじゃないですか。ねえ、うん、まあそのなんだろう、元巨乳って元ってつくとなんかやねえなんか、うん、EX とかさなんかOB みたいな EX 巨乳なんかちょっとヒップホップっぽい感じのF カップの私が A カップの友人と近所の小さな鉄板焼き屋に行った時のこと、店主のおばあちゃんが元巨乳だったらしく、あんた大きい父がええのんか、もんでもらえる若い間だけや、そんなもん年いったらお風呂で体洗う時にほらこうせんとと、垂れた胸を持ち上げて、胸の裏側を洗ってる様を、表現してくれました、無意識に胸があることに有意感を持っていた私でしたが、志村けんさんの瞳ばあさんのあの胸が紛れもなく行く末なんだなと大先輩に突きつけられました。以降貧乳の方が羨ましいと思うようになっただけでなく、父に針がなくなってきた今では、未来のは、我が父に恐怖しています。40間近の今巨乳にはメリットを感じていませんし、貧乳のコンパクトさがロングスパンで
長所になっているような気がします、うん、これおばあちゃんのね、あの洗い方で。でも F でそんな瞳ばあさんみたいにはならないんじゃない？うん、ならないか、うん、F では絶対ならないと思う。なんないんだ。うん。まあね、そのおばあちゃんが実際にほらってほら今なるんだよってでも私もこの間久々に銭湯行ったんですよ、うん、バンダイがある古い銭湯。今のバンダイってバンダイがあってもさ、うん、その真ん中男湯女湯がバンダイから見れるタイプのって少ないじゃん。それがそのタイプ、そのタイプで、しかもお兄さんだったのバンダイが、うん、で、はって思って私、うん、どういうことみたいな、ここで着替えんの私みたいな、うんうん、丸見えよそのお兄ちゃんから、うんうん、うん、え、わかる？わかんない。わかんないよね、多分。え、バンダイがわかんない？バンダイがわかんない、うん、私も初めてだったもん、そのスタイル。うん、昔は全部そうだったよね。ここに真ん中に線があって、そう、境目になんかあのね、あのバレエの審判みたいなところにいるの。あ、そうそうそう。で、その、はいはいはい、あのバンダイとかからはあの両方のコートが見えてるっていう。そう、うん、それが男の人なんで？で、はって思って、でも大体あれね、あのおじちゃんとかおばちゃんとか、まあおじちゃんでもいいかっちゃそうじゃないけど、うん、え、ちょっと待ってよって思って、すっぱだかになるとこでしょ？え、そうだよ。わあ、うん。え？って思って、でもまパって見たらもうおばあちゃんしかいないのね。うん、だからかな。だからかなっていうのも失礼なんだけど、けどね、でもえどうしようと思って、でももう400円払って、そうだよね。ね、入っちゃってるからね。もう入っで、なんかこういろいろ歩いて資格を探したの、そのバンダイからの。またまたバビオさん一番見せられるとこを探したんでしょ。違う、マジ資格を探したの、うん、で、そしたらバンダイの逆に一番近くが資格だったの、うんわかる、うん、こうやってやるみたいな、うん、でそこで脱いで、とりあえずキリンだったら見えるけどね、そこでも350度の視野があるからいやで、かわいい、ダッシュでもう風呂に入ろうと思って、うん、歩いてるとこ見られちゃうから、そうな、ね、でそのもう私はチェックしたの、その扉の前に手前にシャンプーコンディショナーボディーソープが置いてある机がある、まあそこにシャンプーとコンディショナーがあるから、それをパパって取ってバッて中に入るんだって思って、でこうパッパッてやったらボディーソープがなくて、あれボディーソープないってちょっと躊躇してたの。そしたらバンダイの人がボディーソープは中にありますって言ってきたの。うん、ねえ見てんじゃんって思ってでも本当嫌なんだけどって思って、えあれ何嫌なんだけど、え、そんなんていいんだ。嫌だよね。嫌だよ。まあ、昔はでもね、そのバンダイの前にドアが、両方の男湯にも女湯にも行けるドアがあるのよ。あ、俺は銭湯通いの時はいつもそのドアの前で着替えてた。あ、なんでかというとおじさんとかおばさんがそのドアを行き来する瞬間に一瞬なんか脱衣所が見えるから。あ、なるほどね、逆にだからねドアの前超混んでたよ、一瞬見えるからねいやほんと嫌だった、なんか全然集中できなくて。そうだね、うん、でも昔はさ、お風呂が内湯がないのは当たり前で、銭湯にみんなが通ったもんで、うん、そして例えばさ、そのバミンとかの地元のさ、あっちの中目黒近辺とか、もともと工場が多かったから、うん、今でも中目黒っつったらなんかおしゃれの店みたいになんかこうさ、うん、なんか捉えられがちだけど、うんうんうん、中目黒だけで銭湯 3,4 軒あるでしょ、うん、あるあるある。だからみんながあの工場で働いた人がその銭湯に行く時の名残だし、で当時のその、おじいちゃんとか家の風呂があっても銭湯の一番湯とかに3時ぐらいから入りに行くっていうのは粋なもんだったの、うん、へえ。ね、銭湯に行く文化があって、そしてカップルだって、うん、ね、同棲しててもほら、うん、神田川の歌の世界みたいに、うん、三畳一間に二人で住んで銭湯に二人で行って、うん、で男湯とね、それで二人で男湯ね、後でねみたいに行くわけじゃん、うんうん、ほんでその向こう側からそろそろ出るよみたいな、あ、なるほどね、って言って、なるほど、いやそれで入ってって、うん、風呂に入ったんだけど、うん、洗う場所も見えるわけよ、うん、そう、もう洗いたくもないじゃん、うん、で困ってたらおばあちゃんたちがなんか嫌よねって言ってきたの、あ、なんかその年だと嫌よねって、なんかあんな若い子がバンダに座って、そうそう、私たちはいいけど
嫌よね、こっちだったら見えないよって、あの席変わってあげるよって言ってくれたの、うん、そのおばあちゃんが、うん、で優しいと思ってありがとうございますって言って歩いてったら、そのおばあちゃんがじっくり私の体をこうおうそのおばあちゃんもう78わかんない、もうすごいかったから、うん、ほぼ皮みたいなおばあちゃんでやめなさいよ言い方マジでほぼ皮だったんだよ、ね、私の体じっくり見て、私の股間見て、まあ元気ねって言ってきたの私なんでそんな元気な股間してんのかなって思って、元気な股間、その時おばあちゃん言わなかった、えあのあんた大腸菌がついてる言わなかった、もうやだ大腸菌キャラ大腸菌キャラDCK ね、 DCK 大腸菌のおしゃれちょっともうすごい言われて、うん、お風呂の歌はね結構いっぱいあるんですけどね、神田川しか知らない、うん、お風呂の歌なんだろう、やっぱその昔の日本の風呂とかはさ、温泉か銭湯だったんじゃない、ババンババンバンバンとか、 あなたはもうとか、でもちょっとさバスタブ系だとやっぱヨーロッパいっぱいあるのよあの猫足の風呂って、ああいうバスルームから愛を込めて的な、ありそう、バスルームって言えないじゃん、まず日本のお風呂場、うんうん、バスルームか、バスルームから愛を込めてって誰だっけ、山下久美子さんだっけ、じゃあバスルームから愛を込めて、山下久美子さん、リリー・フランキースナックラジオ、桃色クローバー Z の鈴木ハッピークローバートップ10、私たちももクロと全国のリスナーさんとで一緒に作る選曲テーマ別オリジナルトップ10チャートプログラム、季節の定番ソングやお出かけドライブソング、思わず泣けちゃうバラードソングまで、番組では毎回週替わりのオリジナル選曲テーマを設けてリクエストを募集、番組オリジナルのトップ10チャートをカウントダウン形式で発表していきます、リクエストを送ってくれた方の中から毎週10名様に番組ステッカーのプレゼントもありますよ、桃色クローバー Z の鈴木ハッピークローバートップ10、毎週日曜夕方4時から、リリー・フランキースナックラジオ、はい、ここからお聞きの皆様いらっしゃいませ、スナックラジオ天使のリリー・フランキーです、今日のアルバイトは久しぶりになっちゃんとバービーが揃いましたと、はい、ね、なかなかやっぱなかなかこういろいろ人間には体調がありますので、まあ、病気で休むことは何にももうしょうがないことなのでね、はい、あれですが、なんか雪用にファンレター来てるんですか、うん、雪用にファンレター来てたな、やばすごいね、はい、そうそう、うん、あなたたちがお休みする間にバービーの、ね、うん、幼馴染のゆきおがバービーに行ってくれって言われて同じマンションから来ましたけど、うん、夜に咲く浅川さん、バービーさんゆきおさんのお友達同士の会話を聞かせていただいて、私も3人の仲間になったような不思議で楽しい感覚を感じました、今までラジオを聞いててこんなことはなかったので新鮮で嬉しかったです、ラジオが大好きでいつも仕事をしながら聞いていますが、なかなかメッセージを投稿することがありませんでしたけれども、ゆきおさんが入ったスナックラジオが最高だったので感謝の気持ちを込めてメッセージを送らせていただきました、ゆきおすごい、なっちゃんがもう露骨に面白くない顔をしてあーすごいいやしかもなんかゆきおがさ、うん、その私がいない間にゆきお一人で行ってたじゃん、うんうん、砂ラジに、うん、で2日後ぐらいにうちに来たのよ、うん、私が体調良くなって、うん、でどうだったみたいなこと言ったら、いやーとか言って、いやなんかこうワビがいた時はみたいな、うん、こう3人でワイワイ楽しく喋ってただけだった感じだったらよかったけど、うん、この間のはちょっと仕事感がすごいあってみたいな感じで、なんか、うん、なんでなんでって言ったら、こうなっちゃんの YouTube の話かなんかで、うん、まあ普通にこう可愛いじゃんやっぱなっちゃんって、うん、だから可愛い可愛いって言ってたら、裏でなんか大人の人が来てなんか、えなっちゃんに可愛いって言わなくていいからケスケでしょ、ケスケでしょあの、お互い褒め合う感じやんなくていいから、ね、そう、そんないらないからみたいな、可愛いもいらないからで、なんか言われてみたいな、うわ、なんかテレビって怖いなってテレビじゃないね、テレビじゃないけど芸能界って怖いねみたいな、実はね、もうゴリゴリに構成されてるあの子褒めなくていいからみたいな
そうだ。でもね、こういうね、ああ雪男がいた時は楽しかったなみたいなことになっちゃんがさ、面白くない顔するじゃない、うん、でもこれもね、ある種ね、なっちゃんのファンを増やすことにもなるんですよ。これはね、ベータってなくなるの作戦っていうか。何それ。なっちゃんこれ雪男が来て盛り上がってじゃんって女性いない時も言ってたの、はい、そしたらもうなっちゃんもほんとこうもうね、どうするみたいになってくると、うん、なっちゃんがもう砂嵐からいなくなるかもしれないとかって思うと、うん、なっちゃんのことが気になるのよ。あーもう絶対応援したくなる。例えば街の中にある、うん、ずっと長くやってる例えば仲介さんが、うん、もうすぐ閉店いたしますみたいなことになると、うん、それまで行ってなかった人たちが行列するようになる。あー、うん、なるほどね。で前にね、そのビデオテープ時代に、まあ、2人は VHS のビデオテープしか知らないかもしれないけど、パナソニックとかが出してる VHS と、ソニーが出してたベータっていうのがあってね、うん、でこのやっぱどん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  VHS のシェアが大きくなっていって、そのベータのテープが減りかけて使う人が少なくなった時に、うん、その時にソニーが打った CM のコピーが素晴らしくて、うん、ベータってなくなるのっていうコピーだったの。でもそのベータってなくなるのっていうのを聞いた瞬間ベータが売れ始めたんですよ。そうだから、なっちゃんがもうすぐクビになるかもみたいなとか、なっちゃんの YouTube なんみたいなこと言った方が人が見始めるとか。まあまあ確かに、うん、だからなっちゃんにはもうね、ベータってなくなるの作戦をみんながでずっと閉店セールみたいなんで、そうそう、だからそのベータってなくなる作戦が構想して、福本さんが YouTube じゃ、うん、確かになかなかええかな、確かにそっか、確かに、うん、ちょっと気になるなって思ってくれたんだ、うん、なっちゃんをね、のファンの人は多分ね変わった人だから大よそ歯はないですね。ごめんね、みんな巻き込んでごめんなさいね。ごめんねっつっちゃったら福本さんがかわいそうでしょ。福本さんもごめんなさい、うん、福本さんこれから俺がイレペ作ってあげるんだから。そうだ、電子掲示板、電子が広告付きの楽しみ。阪神巨人4対1流して流れてくんだから、歯からこう。福本さん YouTube 出てもらえないですかね。あ、言っとくぜひ。どうせだったらさ、俺もさ、なんでもないところで福本さんのなんか入れ歯作るのもあれだから、なっちゃんの YouTube で入れ歯が作るとか。それめっちゃ面白い人の入れ歯ができるところ、私のファンの人に響く感じの内容に。じゃあだってみんなさ、はい、あれ見てる人ほぼほぼ歯ない。歯あるよそれいいけど、なんちゃうの、それ福本さんに失礼でしょって言ってた。そうかそうか、なんかね、まあまあ失礼なのこの人。そうそう、だからね、なっちゃんが手を引いて福本さんを病院連れて行って、ゴムで肩取るとこから。あ、めっちゃいいそれ。確かに。で最終的にね、福本さんをおんぶして石段上がりながらお父さんお母さんを大切にしようっていう笹川良一先生みたいな感じで歯が出ていくわけ。めちゃくちゃいいよその YouTube。 意外とないってない、ね、意外じゃなくてないいろんな企画も YouTube でやってるけど、一人のおじいちゃんの入れ歯を作るまでに、なっちゃんがおんぶで石段上がる。いいかもしれない。いやすごいいいと、うん、いやあの人、俺が歯医者行け行けっつっても、あのね、歯が例えば歯がないとか歯が抜けちゃったとか歯に自信がない人っているじゃん。その、うん、俺の周りいっぱい歯がない人いるのよっていう、もうさ、うん、歯がない人が周りに多い俺の環境もいかがなものだけど、うん、そいつらに歯医者紹介するから行きなよって、うん、もうなんならさ、その歯おごってあげるからっていうのに、うん、みんな行きたがらない理由は一つなの。あれ何、私も知りたい。今みんな大人だよ、超大人だよ、うん、40代とか50代とかだよ、うんうん、こんなになるまで歯医者に行ってなかったら、歯医者さんになんで来なかったのって怒られるから行かないって。あ、そうなんだ。歯医者さんで怒られるから行かないって言うから、俺もその福本さんとか紹介してる歯医者さんには、まずこれから俺の友達が来る時には怒らないでください。怒るとね、おじいちゃん巣に戻るから。あ、そっか、そうだね、うん、それか、うん、私の友達もなんかね、歯問題多い、うん、うん、
でも歯って絶対直した方がいいよね。早めにさ、結構お金がかかるもんだから、うん、早めにあの直した方がコスパもいいじゃん、長く使える。そう、コスパもいいし、そうそうそう、だって歯だけでモテるもん、うん、歯が綺麗なだけでモテない、もう絶対モテるね、うん、あれ1個直すだけ。俺もだってここのさ、前は 1,2,3,4 ん？こっからここまで、うん、これ全部差しわなの、自然セラミック、うん、自然。これでももう、でも相当前だよ。でも俺だからね、20代の後半とかぐらいかな、ここの歯が虫歯で、この前歯がしばらくないまま生活してた。すんごい楽だって、そこにタバコが刺せてねあの手がいらなくて吸えてたから最高でもやっぱね、その時に近所 の、 あの20代の時とかさ、ずっとその歯も入れられないようなさ、そう、経済状況じゃない、うん、でもやっぱりさすがにあれだから、歯医者さん行ったな、一番安い裏が銀色になってる差し歯ね、入れてもらったんだけど、うん、もうでもね、くしゃみするたびにボーンって歯がどっかに飛んでたの、そんな感じなんだ、うん、だもう本当に自分でアロアルファで止めたりとかしてたんで危ない。だからもう本当、いくつぐらいかな、34ぐらいの時にもうそこの歯医者さん、バービンチの家の近所の歯医者なんだけどさ、うん、俺なんだろう、最初に行った時にもなんか上下でなんか10本ぐらい虫歯があるって言われて、うん、4,5 年通ってなんかやっと上の歯が終わりましたねみたいな。うーん、でも上をね、この虫歯のとか全部差し歯にしちゃったから、うん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 、でもそのセラミックめっちゃいい。なんかたまにさ、あの夜の人に多いんだけどさ、わかるわかる、うん、もう便器みたいな人いない、あの便器あの TOTO みたいな話あれさ、あれ何がいいと思ってんだろう、あれは、あれを美しいと思、あれ美しいの、あれは一体。いやだからもうこれね、あの、うん、バービー差し歯ないでしょ、ない。差し歯の人に俺ね、あの自分がこう差し歯にしたか分かるんだけど、うん、これはそこの先生のデザインで、うん、自分の歯に近い歯の方がナチュラルに見えるからって言って、うんうんうん、だから他の自分の歯の色に近い色に染めてんの。あ、でもこの歯がもう随分古くなって、俺今ここ仮歯なんだけど、虫歯になって、うんうんうん、その仮歯の今言ってる先生は、ここを新しくするんだったら何色にしますって言われて、うん、え、そしたらこの周りの歯と同じ色じゃないのって思ったら、いや、この機会にもうこの前の差し歯ももう20年近く経ってるから、新しくやり替えて、うん、少し歯を白くしたら、うん、その色に合わせて新しいこの仮歯も作るんですよ、うんうんうん、でも大工事だし、俺下全部自分の歯だから、うん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 、そしたら上だけさ、うん、TOTOにしたら下さ、もうめちゃくちゃホワイトニング通わなきゃいけない。確かに、うんうんうん、俺それは絶対無理だから、もうだって上下の時じゃないともうそれは無理だな、うんうん、でも、うん、でも分かるのよ、その先生が言ってる気持ち。どうせやるんだったら白くしたい、うん、でも白くしたいを突き詰めていくと TOTO になっていくの。あ、なるほどね、うん、曲だって、曲だってと、歯の曲なんかあるかな歯の曲か。でも歯はね、本当に大事にしないと。だって、ね、ほら、食べるっていうことは毎日するから。そうです。例えば100万そこでね、歯かけるなんても大変な額だけど、うん、毎日使うと思えばね、うん、意外と使わないもので100万人はお金かけたりするじゃない。全然使ってると思いますね、うん、なのでちょっとね、うんうん、まあこんなに差し歯だらけの俺に言われてもあれでしょうけども、まあでもね、うん、なんだろうな、曲、うーん、歯といえばやっぱ最初はみんな松崎しげるさんのイメージじゃない、歯マシ、うん、あー、コントラスト。松崎さんってでもあれだけ、だってクレヨンで松崎しげる色っていうのが今あるぐらいね、日焼けしてるわけだから実際に歯だけ見たらセラミックセラミックしてなくて、うん、あの肌色との対比で白く見えたのかもしれない。絶対そう思う。ああ、そうかもしれない、うん、うん。だから俺一度その曲を書かせていただいて、 PV、うん、その曲の発表会とか PV 撮影でお会いした時に、いや、見たけどそんなにね不自然に見えなかった、うん、ずっと見てるからだろうね、うん、うん、じゃあその曲にしようかな。え松崎書けましたか。まあいいです、はい、書きましょう。
はい、作曲がクレイジーキャンバーの横山健さんで、作詞が僕で、松崎しげるさんがしげるブラウンという名義で、子供たちに向けて、はい、その3人で子供たちに曲を書くっていうのもなかなかね、なんですかねこのあれですが、はい、その子供たちっていうのかな、まあ、親子のお話ですかね、はい、親子のマーチって。ねぐねりましたが、最後にもう一個おばあちゃんの知恵袋、おばあちゃんの知恵袋すごい来るのやっぱおばあちゃんがやっぱ若い世代に何かメッセージを残そうと、ね、してくれてるんでしょう、うん、もじゃもじゃさん、45歳の方、おばあちゃんの知恵袋です。20年以上前、当時付き合っていた彼女の家に遊びに行った頃、彼女のおばあちゃんと近所のおばあちゃんたちが数人集まりお茶を飲んでいました。もうこれね、最強の夫人ですからね。ばあちゃんの友達が茶飲んでる時は話しげっすいよこれ。あ、聞くつもりはなかったのですが、おばあちゃんたちの会話が聞こえてきます。うん、そういう時は焼酎。そうそう、よく聞いてみると、時乾いてしまったら焼酎を塗るという話でした。え、それ酔っ払っちゃうやつですよね多分。まあ酔うほど吸収はしないとは思いますけど。あ、そうなんだ。まあ、昔は消毒でも何でもね、時代劇とか見るとなんか口に含んだ焼酎とかをプーッとこう吹きかけてるって。へー、うん、やば、すごいね、すごいプレイしてる。そういうことじゃない。まあまあプレイですよね、ギアとして焼酎を使ってるわけだから。すげえプレイしてるよおばあちゃん。まあまあ今はね、いろんなもんがありますから、焼酎でお試しにならないようにしてほしいですけど。本当に気をつけてください。ああ、そう、まあでもそう言ってたくましくね、おばあちゃんたちがそういう時は焼酎、そうそう動じないって聞きたいな。なっちゃんみたいに酔っ払っちゃいましたよねなっちゃんね、そのおばあちゃんたちの中にいて、そういう時は焼酎、そうそうって言って、なっちゃんが酔っ払っちゃいましたよねみたいなこと言ったら、
貴様は黙っとれ厳しい厳しいでしょ。厳しいよそれは。そんなねトンチンカなことをね、そうですよ、そのプロ同士の会話にはプロ同士なんだね。だってもうみんな経験した人たちですよ。そうか、うん、言うてもええじゃないのみたいなもうそのクラスの人たちの話ですからそうですね。はい、じゃあまたねたくさんちょっとねお便りもいただいてますので、うん、またねぜひどんどん読んでいきたいと思います。井上さん38歳、アルバイトの募集は今あるんでしょうか。面接とかこの店のね、えこの店のダメだよ。面接とかあるなら受けたいのですが普通の主婦じゃダメでしょうか。全然ダメじゃないですよね、雪男が来てんだから。確かに。スリーサイズとかありますか。そういうのがあるなら諦めようと思いますが、皆さんがしてるようなくだらないけど人間らしい会話をしたいですなんか褒められてはない、ね、褒められてはない、ね、褒められてないね。ダメだよそんなの。確かに。ダメだよ。なんだろう、そのなっちゃんのこの昭和のうるせえ女のお芝居うまいよねよ貴様は黙っとれ怒られた。そうよ、常にねおばあに怒られるおばあはい、じゃあちょっと皆さんのお便りの宛先を。はい、はい、スナックラジオではお客様からのメールを募集しています。誰にも言えない夫婦の秘密、これは何なんでしょうか、あれは何だったんでしょうか、想像できない人生、人には言えないずっと続いてますシリーズ、相棒すならじシーズン1、そしておばあちゃんの夜の知恵袋、そしてこちらもありますね、あの時放った会心の一言ビッグフライ大谷さんのコーナー。ちょっと待ってそれなっちゃん言ったことないよねうん、ちょっと初めて言いましたよ違う、これ何か知ってる。知ってるよ、てるこの前聞いたの。そう、えちょっとリリーさん見本を。でも今から言ったら俺がもうさもうさなっちゃん人滑らせる、怖い、もう絡みたくない、もう今結構いい感じかと思う。ちょっと飲む多分ね、うん、もうなっちゃんの今の読み方で、うん、このコーナー金輪際来ませんよ終わった。本当終わった、うん、あごめん、なんだろう、大腸菌&ブリザードだからねなんかホット&クールなのよはい、募集してます、皆さん送ってください、それではまた来週ということですかね、スナックラジオ、今日のアルバイトは川村なつきとバビでした。リリー・フランキーでした。
ない様々な特派員をお招きして、魅力的なローカル情報を素敵なドライブミュージックとともにたっぷりお届けしていきます。日常の中のちょっとした楽しみを私と一緒に探していきましょう。アポロステーションドライブディスカバリープレスは日曜お昼12時から。日本の木造建築は環境に優しく、世界から注目を浴びています。富士住建のヒノキの家は、